どうも、なるちゃんです。今日はヘルパーさんとね、いつもどんな感じで買い物行ってるのかっていう、まあルーティーンというか、まあルーティーン動画に近いものになるのかな。ただね、様子を映すだけのもあれなんで、まあ最近あった面白い話を雑談を含めながら、まあラジオ感覚というか、Get Ready With Me みたいな感じで動画を撮りたいと思うので、まあ皆さんもこのラジオを聞きながら、朝の準備や、家事、育児などをしてもらえたらいいなって思っておる所存でございます。まあもちろんまず最初に言わせてもらうと、ちゃんと許可は取ってます、この方に。はい。あ、ちなみにこの方です。なかなか映らないけど。なかなか映らないけど。まだ。早く来いよ。おい。はい、これ、あ、来た。そこの方。まあね、横をね、ちょっと2ブロックなんかにしちゃって、まあちょっと最近ちょっと言い切っちゃってるって感じの人なんですけど冗談です。はい、この方と今ね仲良くやらせてもらってて、すごいね優しくて、なんか普段あまり怒らなそうな雰囲気の方で、まあ僕もね結構これやってくださいとか結構言っちゃうことがあって、それでもね嫌な顔せず、うん、笑顔で接してくれています。でもね、この僕はね結構潔癖症じゃないですか。で、あのヘルパーさん手袋をしてたと思うんですけど、あの僕からお願いしたわけじゃなくて、多分事業所の方針だと思うんですけど、まあもともと手袋をするような感じだったんで、まあ良かったかなって思うんですけど、これがもしね向こうがさ潔癖症だったらどうしようと思って、もう俺も潔癖症だから人のこと言えないんだけどさ、なんかちょっとさと思うけど、まあねそれはね、まあ僕は全然潔癖症だからいいんですけど、まあ、中にはさ、なんかさ、手袋されてるとちょっとなんかさ、嫌だって思う方もいるかもしれないじゃん、利用者さんで。まあその辺の境界線って難しいよね。うん。まあ手袋した方が僕は全然いいと思うんですけど。はい。まあまあ話はそれたんですけど、まあいつもこうやってまあ上着を着せてもらって、まあできるところは自分で極力やるような感じでやっています。で、まあね、前回の動画は、反対側の角度からしか見えなかったんですけど、部屋はね、まあ、ざっとこんな感じですね。1DK で狭いです。あの、前で使ってた家のテレビをね、そのまま持ってきたんですけど、邪魔です。本当に邪魔、テレビ。もうちっちゃいのでいい。ちっちゃいの欲しいけど、今はあんま見ないからいいやと思って。まあでもさ、すごい光も入ってさ、すごいいい部屋だよね。うん。どんな話どうでもいい。今からその買い物行く、そう。最近ね、ちょっと面白い話があって、それを今から話そうかなって思うんだけど、その前にね、ちょっとこの廊下の狭さ見て、ちょ今から映るんだけど、廊下がね、マジ車椅子1台、ギリギリなの。え、いいんだ、その電気の譲り。すな、そんなの。ちょ、このさ、廊下が見て、このさ、車椅子、俺の幅で結構スレスレなのね。だからさ、多分、メインハイの、コウキくんとか遊び来たら入れないっていう、廊下通れないよね、多分これ電動だし。だからコウキくんごめん、うちには入れないわ。まあ、こんな感じでね、前回一人で出れないって言ったんですけど、こんな感じでいつも出てます。はい。そんな感じでいつも、まあ、この電気は買っていけ、あ、ちょっと戻ってきた。カメラの設置もね、お願いしてて、この方に。本当ありがとうって感じで、ちゃんとピースもしてくれてる。ここは使っていいって言ってたんで、そのまま使いました。はい。で、エレベーターはちゃんとついてて、この家はね、あの、部屋は5階なんですけど、最近さ、地震多いじゃん。で、この間も茨城の方で地震あった時に、東京震度3だったんですけど、すごいなんかやっぱ5階だからかわかんないけど、めっちゃ揺れて、なんか山梨にいた頃でも、震度3とか揺れても、あんまり感じなかったんだけど、揺れを。なんかすごいもう夜寝てる時だったし、もうめちゃめちゃ揺れてマジで怖くて、本当に怖かったっていう。本当に、これ大げさなしでマジで怖くて、ちょっと本当ビビりましたって話。だからこれからさ、なんか震災とか多くなるとちょっと怖いなと思いつつも、東京楽しみたいなとか思いつつ、はい、そんな感じです。で、東京じゃない、最近あった面白い話なんですけど、あのね、今ヘルパー事業所さんがいろんな事業所って言っても2事業所ぐらいかな。入ってもらってるんですけど、その一つがね、その責任者の方が中国の方で、この間ね、家に来たんですよ。で、家に来た時に、
その僕ってその中国語っぽく喋るの得意なんですよ。まあ例えばね、チホチカラコパ、チチマラ違うちょ、カットカットカット、違う違う違う、チチホション、チノマハ、チニガハとかいうやつね。まあ今ちょっとふざけちゃったからちょっと大げさになっちゃったんだけど、こんな感じちょっとね自分で特技だと思ってるの。特技ね、特技だと思ってそれをねその方に言おうと思ったんですよ。その本場の方に見てもらおうと思って。なんか片言だったからさ、出身どちらなんですかって言ったら中国ですって言われたから、あそうなんですねと思って、そこでひらめいて、ちょ僕得意なことがあってみたいな、で僕中国語っぽく喋るの得意なんですよってね言ったんですよ。じゃあちょっと聞かせてくださいって言われたから、今みたいだったらね早口すぎて意味わからないって言われて、じゃあ俺中国語っぽく喋れるんですよって言っただけだし、しかも中国語ってさそもそも早口じゃん。でその早口の特徴を捉えた上で俺はこの特技をね身につけたわけ。それをさ本場の方にさ早口ですって言われたってさ、そんなんもうこっちはお手上げですよ。もうそんなん自分に言い返ってくれますよ。そらもうね本当にって言われて、でこれはもうねそういうなんか、しかもすごいさキョトンとした顔でさ、全然意味わからないみたいな感じの顔で見られてもさ、こっちはさちゃんと中国語喋れますと言ってないんだよ。中国語っぽく喋れるって言っただけなんです。それを一蹴されたんで、まあでもニュアンスは似てるって褒めてくれました。だから僕はこれを特技にしたいと思います。胸を張って、まあ皆さんもね今のを聞いて、あでも中国語っぽいわと思ってくれた方は高評価とかコメントにじゃんじゃんお願いしたいと思います。はい、まあ、全然映像とは関係ない話をしてるんだけど、でも本当にそれはね笑いました。でその方もね、なんかそういえば YouTube やってるんですねって言われて、えっと思って、なんで知ってんのと思ったら、その計画相談員の方にその主な収入源を話した時に、まあ、YouTube も一応お小遣い程度だけど収入はあるからその話をしたことがあって、まあ、それをねヘルパー事業所に言ってるらしいんですよ。でそれはちょっと恥ずかしいと思って、でも俺チャンネル名とか言ってないのに、その中国の方がでも私見つけましたよって言われて、どうやって見つけたと思って、で俺も YouTube の検索で奈良井純ってフルネームで入れてみたら、奈良チャンネル出てこないの。だから逆にさ、えどうやって見つけたのすごっと思って、怖っ、やっぱネットって怖いなとか思いつつ、すごいな、でもすごいいいと思いますって言われたから、まあそれはまあよしとしようかなっていう感じですっていう、まあ最近一番笑った話でした。はい、まあこんな感じです。ヘルパーさんとは買い物の様子もで、ここなぜかスローモーション撮影になったから、このまま面白いから使いました。なんか iPhone で撮ったんだけど、多分スロー再生になってて、なんか編集してて気づいたんですけど、普通に笑っちゃって一人で、なんでスローなってんのと思って、そうだからヘルパーさんとはこんな感じで仲良くやってるので安心してくださいっていう動画でした。まあ買い物はね、これからもどんどんいろんなところを探索しながら行きたいと思うんで、これからも奈良チャンネルよろしくお願いします。今日はちょっと緩い動画になっちゃったんですけど、これからも奈良チャンネルよろしくお願いします。じゃあね、また次の動画で See you!